例外配達やっていきます。ちょっとね、赤小の心臓があまりにも飲みの心臓すぎるので、ちょっとホラゲでね、これからもう少し鍛えていこうと思って、私の妹に何かホラゲを紹介してくれと言ったところ、この例外配達を教えてもらいました。ということで、やっていこうと思います。行くぜー、始める。もう雰囲気が全部怖そう。なんだ、デリバリーマン配達員ね。うわー何？あ、マウスで操作ね。 WASD で移動。マウス左ボタンでインタラクトできます。何インタラクトって。いやー、こういう感じかー。いやー、初めてやったホラー系のゲームがリトルナイトメアだからさ、なんかそれとはもう全然違うな。あー怖、こういう感じね。もう配達員だからトラックがあってってことね。お、このアパートが今回の最後の届け先だ。5つの段ボールを届ければ今日は終わることができる。おー、なるほど。なるほどね。配達物が5つあると。どれから行こっかなー。手前のから行くか、無難に。この荷物を運ぶ。はい、怖えー。これどういう感じなのかな。追いかけられる系なのか、お化け屋敷みたいにドーンって出てくる感じなのかな。タブで持ち物を確認できます。マウススクロールで切り替えることも可能です。タブ206号室宛ての郵便物。なるほどね。206号室に行けばいいってことか。いやー怖っ。でもなんかもう夜中ですかってくらい暗いわ。この2階、206だからもちろん2階だよね。ああ、怖っ。このキーキー言おうと何？何がキーキー言ってんの。ここはゴミ捨て場か。こういうの調べた方がいいのかな。まあいいか、とりあえず荷物を運ぼう。人様の荷物でございます。101のから、ここか。階段っぽいね。あ、エレベーターあんじゃん。へえ。エレベーター乗れんのかな。おー、乗れるー。あ、え、ボタンどこ。え、エレベーターのボタンがない。あった。これいけんのかな。2階。おお、おお、すげえ。エレベーターとか使えるんだ。おお、なんで緑なんだ。え、2階だよ。あ、ついたのかな。202、やっぱ2階に着いたんだね。206を探せ。206206、どこですか。あー、あったあった、いきなり来た。てんてんてん。あ、家は電気ついてるかな。ついてるように見える。いきます。お、インターホンを押す。ノックする。どうしよう、無難にインターホン押すか。ピンピンポーン。ん？え？え？え？ノックしてみる？すいません。あ、びっくりマーク増えてない？反応はあるってことか。ノックしよう。すいません。え、これ押し続けたらさ、そのうち出てくんのかな、人。あ、え、もう何もできなくなっちゃった。え、どうしよう。うわあ、
さ、手ちょろっと見えたよね。人いるんだよね、いるんだよね、いるんだよね、いるんだよね。あ、いるね。こんにちは。え、酔っ払い？何？はぁ？何何？来るの遅っ、とろいな。あいつと同じかよ。何？二度とその顔を俺にさらすな。それ、拾っとけよ。それって何？うわぁ！治安悪ぅ！はぁ？どこ行った？ペットボトル。なんで切れてんの？っていうか、あんなにさ、何回もピンポン押したのに出てこなかったの？お前だろ？え、さっきの投げたやつって拾いに行くのかな？どこに落としたのかな？なんだ今の人、酔っ払いなのかな？もうさ、電車とかさ、でもいるけどさ、なんかめっちゃ切れてたりとかさ、あとわざとさ、ぶつかってくる人最近すっごい多くてさ、本当に嫌なんだけど。スマホ見てるとかじゃないよ、本当に。普通に歩いてるだけでさ、当たってくる人は何なんだろうって思う。あ、これか！さっきの、水のボ、あ、水なんだ。へぇ。水のボトル、これなんか使うのかな？あ、ゴミ捨てるとか？なんかいない？あ、猫か。え？あ、猫か。こんにちは。猫があっち行けってしてる。え、これ捨てられないんだ。へぇ。そうなんだ。じゃあ2軒目行きますか。とにかく暗い。とにかく暗い。なんかキーキー言ってんだよな。怖いよな。この葉っぱもさ。はぁ。次どこ行く？サクサク行こう。B にする？はい。配達物 B はどちらのお部屋ですか？ 502。 おー、遠いね。5階か。さあ、どういう感じのホラーゲームなんだろう。絶対さ、ホラーゲームなんだからさ、いきなりなんか怖がらせられたりとかさ、するんだよね。エレベーターなの。さすがに5階はね、エレベーターでしょ。音が面白い。えいえいえい。え？あ、来た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 。へい。なんかでも人気のないさ、アパートだね。何？なんかすごいガサガサ言ってんだけど。え？なんかいないよね。いないよね。いないね。あ、いた。待って、50なんだっけ？502。502。あ、もう502じゃん。あれ？ 501 はどこにあるんだろう。501はここなのかな。あ、ここが501なんだ。へぇ。てか、アパートって言うと、なんかすごい、アパートとさ、なんだろう、マンションの違いって何なんだろう。なんか、階数の違いかと思ったけど、これ5階まであるけど、アパートっていうのか。へぇ。ここも押してみるか。ちょっとインターホンで。すいません。あ、開いた。あ、もうこういう感じで開けてくんのはデフォなのか？女の人？こんにちは。てんてんてん。あ、そうだ、これ。はい。404号室の人にもらったんだけど、毒とか入ってたら怖いし、このアパートペット禁止なのに、猫飼ってることバレたらどうすんのって話よね。ほんと迷惑。はい？あ、そうだ、これ。はい。ちょっと、同じ話もう一回、ドア越しにしてるんだけど。え、で、どうすんだよ、これ。
え、この人は何なの？404号室の人にこれをもらって、え、これ404に届けるとかじゃないよね。あ、さっきの猫にあげればいいのかな。あげる？え、この404号室は何なんだろう。あとに行くことになるのかな。ん、全く今ストーリーが理解できてないんだけど、暗い団地にお届け物をするのが怖いよねっていうだけなのかな。ちょっと猫のとこ行ってみよっかな。まだいるかな。いる。これ空き缶じゃないよね。あ、あ、食べてる、食べてるね。あ、あー、なるほど。これで、あれじゃない。え、なになになに。浩平、元気してる？新しいアパートはどう？前のアパートでは住民の人たちと会わなくて引っ越すことになっちゃったけど、今回は大丈夫そう？前は障害のことや生活保護のことでバカにしてくるような人がいたんだっけね。前も何度も言ったけど、前のことはあちらさんがいけなかったんだよ。浩平は何も悪くないからね。自分を責めてはいけないよ。仕事も決まらなくても焦っちゃダメよ。浩平はお母さんの自慢の息子だから大丈夫。前のアパートでは辛いことばっかりだったかもしれないけど、くじけずにもう一度頑張ってみて。お母さん応援してるからね。え、これ何？ゴミ捨て場から今拾ったのかな。え、縦読みとかじゃないよね。こ、あ、ま、こ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 、あ、縦読みとかじゃなさそう。え、何これ。あ、これか、これが手紙だったのか。え、ペットボトル捨てるとかじゃないのかな。あ、ないんだ。へえ。なんかできる感じじゃ、あ、ないね。この水も何かで使うってことなのかな。浩平さん、なんだろう、あれは何かの振りなのかな。この荷物を運ぶ。なんかいろいろあるんだね。ご近所トラブルは今のところもうないかな。特になんかうるさいとかそういうのも怒られたこととかもないし。401号室か。今のところそんなに迷惑してることもないし、なんかさ、結局引っ越すとかってなってもさ、ね、その家が良くてもご近所付き合いがさ、どうしようもなかったらさ、引っ越さなきゃいけなくなるしさ、引っ越しってめんどくさいよな。家だけじゃダメだもんね。よいしょ。4階。さっきの猫缶くれた人は 404 だっけ。404とさっきの502の人はどういう関係なの。いきなり猫缶くれたの。いや、なんでこんな感じ。うわー、びっくりした。もう、なになになに。あ、通れないんだ。なにこれ。え、通れないの。すいません。あ、通れない。ビビった。あ、通れないんだ。じゃあ階段で行かないといけないんだね。3階降りてるかな。普通にビビるって。あ、缶の音かなんかだったのかな。ガサ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 って。え、こういうことがあるんだ。なんだあの、でもゴミの量。あ、え、ここも通れないの。でも5階行けたからさ、5階からじゃ降りてくんのかな。なんだこれ。4階なんかやばい感じ。行きたくな。降りれるのかな。で、5階から降りるしか方法がないのか。あ、通れるね。こっから4階に行くことは可能なんだ。うわー、ゴミありすぎでしょってなって。401だっけ。401ね。401ここだね、きっと。インターホン。え、待って、でもさ、この位置でさ、ドア待ってたらさ、あんまり、あ、引っ
控えめだ。こんにちは。何？こんにちは。え？え？離れろってことかな？ん？え、なに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 ？わかんないけど。え？なに？え？え？あ、いる！そこに人。いるよね？え？どうすんの？てんてんてん。怖い。僕も同じに見えます？何が？怖くないですか？このアパート。僕もこの中の一人になってます？気にしないで。忘れてください。は？荷物は？なんです？ああ、なんか嫌な予感がする。彼のことで来たわけではない？は？ああ、なるほど。その荷物ですね。でもその荷物は信用できるかわからない。あなたも。祭事と話してきてください。祭事と話してくるまで、その荷物を受け取ることはできません。祭事は105号室にいるはずです。はー、どういうことだ ?105 号室。何か警戒されてるね。まあ確かにこのアパートはちょっと変だなとは思うけど。105号室とか、祭事って何？祭事さん？え、名字なのかな？え？祭事くん？っていうか、公平はどこに？あれ、公平だっけ？康介だっけ？さっき手紙の人もアパートに住んでるってことだよね。っていうか、手紙に名前がわざわざあるくらいだから、この後お会いすることあるのかしら。これ何？あ、チャリか。105。こっちの方かな。102。103。105。あれ？ 104ってないんだ。よいしょ。ピンポーン。あれ？ピンポーン。ピンポーン。あ、開いた。うわぁ！怖い！この笑顔、やだ！いや、怖いって。怖いって、普通に。やば。え、話したくないんだけど。話したくない。全然話したくない。どうしよう。どうしよう。すいません。え？その笑顔で？あぁ？ミチルに言われてきたのか。俺はこの辺の祭事だ。あ、祭事って名前じゃないのか。これ以上は言わない。ああ、それだろ？その荷物は呪われてる？供養をする必要があるな。供養？だがその前にその必要なものがある。わかるだろ？は？金。金だよ！ちっ。え？供養をするには金が必要だ。金を持ってこい。金？金なんてないし、何供養っていきなり。怖いって。え、お金？とりあえず他の部屋の荷物届けるか。お、玄茶じゃね？赤い玄茶？すご、目立つなぁ。赤い玄茶ってあんま見なくない？結構真っ赤だったよね、ケチャップぐらい。いやぁ。お金って何？誰かの荷物の中にお金とかが入ってたりとかするのかな。え？なんで？ちょっと！トラックしまってね。ちょっと！え、トラックしまってるよね。あ、このお金、この供養の話がどうにかならない限りもしかして進めないのか。うわー、
そういうこと？え、お金？どっかに落ちてんのかな？あ、猫いなくなってる。これさっきの手紙だもんな。あとなんかあるかな。供養、あ、それかさっきのあれか、なんだっけ、401号室に戻ってみる。この401号室の彼にお金もらう。なんか呪われてるらしいよって言えば供養してくれるんだってって言ってみるか。とりあえず4階に行くには5階に行かなくてはならない。怖いっていうか、なんか変な人たちの集まりなのかな、このアパート。ここなんで緑なんだ。開いた、よし、もう一回行ってみようか。401、ちょっと相手待ってんだ、ずっと。すいません。あ、ダメか。あ、ダメだ、話せない。あ、あ、話せた。さ、サイジと話してきた？直接？マジで言ってます？運がいいですね。僕はインターホン越しに話したのに。それで、お金が必要と？もちろん払います。サイジが言うことは絶対ですから、間違いない。これを守っていってください。必ず渡してください。すぐに。待たせるなんて、も申し訳ない。そんな怖い人なの？1000円？うわあ、びっくりした。急に顔見れるじゃん。近っ。あ、ドアさっきより開いてる。1000円でいいのかな。1000円で供養してくれるのかな。供養って何？荷物の供養って。人が入るようなサイズじゃないし、死体とかじゃないとは思うんだけど。え、誰か死ぬとかあんのかな、そういうホラー。あー、怖。あと荷物何個だ。あれ、1個2個3個渡したのか。あと2個、あと2個。さっきのおっちゃんニコニコしてたのに舌打ちしてたよ。怖いよ。顔と言ってること合ってない。103、103。あー、開いてる。おっちゃんいるの。いた。その笑顔マジでやだ。はい、よこしてみろ。待て、何？舐めてんのか、どいつもこいつも。ミチルはこれで足りるとでも思ったのか。え、足りるわけねえだろ。チッ、ミチルにもっと金出させてこい。なんで。これ絶対さ、もう詐欺に近いよね。金が欲しいだけだろ、このおじさん。もう、あー、怖ーい。すいません、ダメらしいです。なんですか。足りなかった。サイジ、僕を許してください。これで足りるといいんですが、今月分はこれが全てです。もう1円もない。親にももっとお金を頼まないと。え、1万円、大丈夫か。これもしかしてさっきの手紙の公平くんかな。違う、大丈夫かな。お母さんすごい心配してたけど。よいしょ。ここでもアパート、5階建てなのかな。5階建てなんだね。へえ。わあ、1万円。1日1万稼ぐの大変だよな。なんかさ、怖いっていうかさ、変な人たちがたくさん住んでる感じだよね。なんか追いかけられたりとか今んとこないしね。103、
はい、これでどうですか。足りるわけねえだろ。待て。ああ、まあいいだろ。ギリギリだがな。何がギリギリなんだ。チェ。今回はミチルを許してやる。供養を始めるか。え、なんか見せてくれるのかな。え、終わり？終わり？ふう、終わったぞ。チェ、さあ出ろ。え、ああ、この荷物ね。なんかよくわかんないけど、供養をしてくれたと。で、これをさっきのミチル君に届けに行けばいいのか。これ何が入ってんの、供養供養って。呪いの荷物ってなんだよ。の大きさ的にゲームソフトぐらいの大きさだけど、ゲームソフトとかじゃないのかな。よいしょ。はい、荷物だよ。ささいじ、僕を許してください。さっさと荷物を渡してください。で、出てってください。そんな、せっかく届けてあげたのに。あ、もうダメなんだ、終わりなんだ。出てってくださいって言われちゃったよ。悲しいな。よし、でもあと2個じゃん。こんな感じで人の頼み事をしてって感じなのかな。よいしょ。この嫌だな、そのカサカサ言ってたの4階のあれなのか、ゴミ袋の音だったのか。どうしたらあんなにさ、ゴミ溜まっちゃうの。よいしょ。なんか変わったところとかないよね。なんか荷物クリアすると何かが変わるとか、そういう感じでもないよな。この水のペットボトル何に使うのかな。あ、猫本当に完全にいなくなっちゃったね。ゴミが増えてたりとかもないね。なさそうだ。この後水使うのかな。あー、やっぱ配達中とかは閉まっちゃうんだね。1個終わったから。どっちにしようかな。D にしようかな。重たそう。これ手で運ぶの？持てるか？持てるんだ。3階だ。305号室。3階降りたことないよね。あったっけ？いや、ないな。今行ったのは、1階と、4階、5階。あれ？一番初め2階だったよね。3階は初めてだ。3階はエレベーターと止まれるかな。おお、寒っ。部屋が、気温がさ、あったかくなったり寒くなったり、なんだかわけわかんない。衣替えのタイミングをいつにすればいいかすごい悩む。で、なんだっけ、305ね。こっちか、遠いね。305、305。これ関係ない部屋にピンポンとかできんのかな。あ、できないんだね。ピンポン迷惑になっちゃうもんな。ここかな。305行ってみますか。ノックする。すいません。ん、いないのかな。反応が全くない。あ、開いた。嫌だなー、このゆっくり開く感じ。え、いないパターン。やだな、これ。やだやだやだ。これ部屋の中入んなきゃいけないんじゃない？違う？あ、なんかある。なんかある。え？なんかない？これなんか、あれじゃないの？ん？え？開くんじゃないの、ここ。え、閉まっちゃったよ、ドア。ん？なんか光ってるだけ？なんかさ、勝手にカメラ動いたんだけど。今行きまーす。あ、いるんだ、人。ん？
今行きます。